住んでみると隣からは何やったそれ。反対側の隣からは何語ya gini caranya masa gua harus nunggu tau gak udah 2 minggu lo bisa gak sih kerja yang bener tau gak gimana kirimin sekarang hayat こっから抜け出して絶対高級マンションに住むぞ。ゲストさん特製ツナマヨご飯うまいと思います。一日一食これでしのいでた。武田健二さんです。いやいやいや面白い。かっくりひこちゃん千葉大学文学部そして東京外語大学のインドネシア語専攻。何がやってんの。すごい。実はインドネシア語はすごいできるの。はい、もうさやままかんナシプティぐらいはすごい。どういう意味で頼むの。私は白飯が食べたい。使わないでしょ。旅行でマストにね。マストで、マストで使うから。皆さんどんなロケやってきましたか。俺はね、インドネシアでコモドオオトカゲ、コモドドラゴンの足型を取るみたいな。政治と二人で行って、でも向こうでのコーディネーターの人も慣れてるから、結構喋り立つんですよ。政治がなんでやねんって突っ込んだら、向こうでその頭って、こう神様が宿る場所みたいなね。頭叩くなんてもうとんでもないことやっつってこんな Y の字のねコモドオオトカゲを捕まえるやつで政治取り押さえられてます。あら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 生まれてるんだと思う。清流と人間のハーフだから坂口健太郎さん。正解です。坂口健太郎さん。何で分かんの。何前世が水で分かったってこと。結構綺麗な顔立ちなのかなと思って。鎖とか繋がってるよね。インドネシアでは巨大な錦鯉ですか。もう驚きません。みんなお願いですから檻に入れて運んで